り？どうやら戻ってきたようですね。どうなって？先に伝えた通り、しかし紹介しましょう。新たに我が眷属に加わった進化の女神ダーナです。なんだ、女神だって？ダーナさん、ダーナねー、ダーナねー、ダーナさん、リコッタちゃん、ラクシャさん、ダーナねー、なんでかくれんぼしてた？ごめんね、始まりの命に触れないともうみんなに認識してもらえないみたい。どうやら借りは必ず返すのがトラバルト家の掟。どうも借りが大きい。ヒュンメルさん、まったくだぜ。とにかくダーナのおかげで。サハドさん、アドルさん、あの時は無我夢中で気づいたらこんな姿になっていてごめんね。私が夢に見た原初の世界において生まれたての大地は変化のない退屈な世界でした。それゆえに私は選択と淘汰を司り進化。それがあのヒドラとかいうも。ええ、進化の輪廻が紡ぐ夢はと移ろいあらば、おのずとアドルとダーナ二人が予期せぬ縁の糸で結びついたのもそうした歪みの一つなのです。それがまさか私が目覚めるほどの世界のほころびになるなんて。それは私はこの後、私が夢を見続ける限り、いつか再びラクリモサは訪れるでしょう。ただ今後ラクリモサは進化の女神に委ねられます。ダーナね、ダーナはラクリモサにずっと。それなのに、だから今度は一人じゃなくて手伝ってもらおう。皆さん、サライさん、それに進化の、ええ、私たちは今回のことで森、今後はダーナさんのもとで地上で暮らす者たちのこと、我々も時代の状況に応じて少しでも適切にラクリモサを扱えるのなら、進化は地上をより良い方向に。今後はダーナや、うん、だがよ、地上が早々に乱れるようなら今後はその。世界を守るためにはなあ、ダーナ様。うん、それがマイヤ様から与えられた条件だからね。こいつ、ええ、ダーナさんや森人の皆さんに。俺たちにできるサイズ。ああ、ダーナ、そろそろどうやら。別れが来ることは分かってた。だからせめて自分自身
ありがとう。アドルさんはここへ来てから私のことを知ったと思うけど、私はずっと昔からアドルさんのことを知ってたよ。地上にたった一人残されて絶望にとらわれそうになる中で、アドルさんやみんなの生きる姿に私はどれほど励まされたんだろう。ずっと私を励ましてくれて、仲間として私に接してくれてありがとう。それとね、最後に私を見つけてくれてありがとう。ありがとう。